はい、みなさんこんにちは、しまりです。はい、ということで本日の通過だってつけるのもサメタイトル見てもらったら分かる通り、ヤクルト純正オーダーでこちらの最強打者リエタイ使っていきたいと思います。村上宗隆選手リアタイで使っていた。はい、ということで今回こちらのですね、村上宗隆選手2024シリーズ1バージョン、今回リアタイ使っていきたいと思います。一緒に見ていきましょう。弾道アーティスト見て 79%83 総力71パワー型の選手となっております。守備適性は一応メインはサードで、ファーストも一応58ということで、一応サードはですね、特殊をしたら C 乗ります。まあ、なんですけども、選ばせて EEC ということで、ちょっと怖いかなっていう感じなんですけど、まあ、使うんだったら特殊してサード使うことをお勧めしたいと思います。特殊力超アーティスト広角打法選球眼ということで、特殊能力はめちゃくちゃ強くなっております。こちらですね、まあ、アーティスト広角選球眼全てですね、どの場面でも出る特殊能力ということで、まあ、アーティストで広角ということを含めてですね、まあ、最近大山選手とか岡本選手とかもですね、広角打法剥奪になっておりますけれども、こちらの村上選手はね、昔のままアーチ広角出ましたので、まあ、あの過去シリーズのですね、まあ、サード適正ファースト適正 C 持って村上選手からの継承はしない方がいいかなと、 NG かなと思っておりますけれども、今回守備含めてですね、最新村上選手どうなんだというところですね、含めて今回お届けしていきたいなと思います。ということでいきましょう。はい、ということで称号1回だけやっていきたいと思います。正直何でもいいのでという感じで、とりあえずいきましょう。はい、できれば星さん用なんですけど、まあ、本は使わずにいきたいと思います。何でも OK です。最後、えぐい、いかつすぎる、アンダー製造機、えぐっ、くさ、強いやつつきました。こちらパワー84、ミート82でリアタイいきます。どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1周目のやっていきたいと思います。今回先行ですね、相手の先発ピッチャー大谷翔平投手 WBC バージョンということで、しっかり1番村上からフル胸お願いいたしますので、かましていきたいと思います。よろしく。あ、いやー、チースト選挙がパー93、ミート87、これは強い、ストレート寿司もあります。集中、外角も流したら勝ち込めるんで、風の力も含めて、スライダー無視でストレート寿司もあってください。流れを簡単に見ていきたいと思います。いらんよ、いいよ。はい、村上、1番村上がいかつすぎるよ、とりあえず。いやー、どんまい。ちょっとカーソルずれて、今ほんのちょっとだけカーソルずれましたけど、まあまあまあ、2打席目以降勝ち込めるでしょうということで、まあ、しっかりバッティングかましていきたいと思います。で、この動画ですね、前のあの中村拓也選手の動画出したんですけども、その動画の後にこれ撮ってるんですけども、まあ、その動画で全然バッティングがですね、思い通りいかなかったので、この試合はしっかりね、この試合はっていうか、この動画でですね、ヤクルト純正オーダーではしっかりバッティング、かましていきたいなと思いますので、2番しよう。いやー、打ててないね、マジで。いや、きつー。はい、ということで投球の方いきたいと思います。こちらの先発ピッチャー伊藤智一投手ということで、まあ、あの最強で TS でイチローセレクション出たんで、まあ、こちらの伊藤投手でとりあえず抑えまして、ちょっと2回以降バッティングですね、まあ、できれば村上選手2打席目この試合回して、しっかりね、かましていきたいなと思っておりますので、とりあえず投球を抑えていきたいと思いますけど、最近ね、バッティングがね、全不調で打率も5割を切ってしまったというですね、不調ぶりなので、まあ、ちょっとさすがにちょっと集中してバッティングかましていきたいというところがありますので、マジでちょっと集中します。今回かわす。はい、ボール、やっぱ強っ。じゃあゴミお願い、見逃しして。はい、ということで特別延長代打オスナ選手からぶちかましていきたいと思います。この次が村上宗隆選手なんで、とりあえずはつなぎましょう。オスナで集中する通信もいい判断だと思います。オッケー、超えないね。これ落ちる落ちる落ちる、落ちないけども、村上選手いきましょう。頼む。はい、今日はタイピングでストレートあります。ストレートナチュラルスライダーね、ナチュラルスライダーでナチュラルシュート、なんとか決めたいですね。これいらん、これいらん、サイビン出てるんで、これかまします。一発、風の力もあるんで、得点できればグッドショットショット、ここがファウルかよ、お前。おい、完璧なバッティングやねんか今のマジで。ここ、いや、ボール、ボールか。カットとスライダーもちょっと地味にうざいんだよね。はい、ということでよろしくお願いします。2周目の方やっていきたいと思います。ここからもちょっとイライラしてるんで、バッティングだけお届けして、ヤクルト純正の強さ含めて村上選手に勝ち込んでいきたいと思います。相手の先発ピッチャー山本由伸ということで、変化のマイナス中。はい、いいよ。スピリッツ5000超えてたんで、これマジかます。通信も全然曲がらないんで、それだけ頭入れときながらストレート通信もあります。
で、しっかりと外角は流す選球がね、広角は出てないけど外角しっかり流す。いや、まさかのここでスローカーバー、すげえ。ここでスローカーバー強いけども村上にも強さ。いや、ボールなんだよお前、何をやってんのお前。もう笑えるわマジで、下手すぎて、下手すぎてとか絶不調すぎマジで。俺もそういう時あるんだよ、絶不調の時俺もあるんで。こっから村上選手2打席目回します。意地でもこっから村上2打席目回していきたいと思います。3番さんとのピッチャー交代、ギャレッツ投手ですね。ギャレッツね、パワー化ですね。ストレート、スプリット、通信、パワーカーブ、スライダーかカットって感じですか。まあ通信するんじゃあります。このパワーが一旦いいです。一旦無視よき特能は選球眼ね、集中通信ストレート、ゴーゴー、はい、超える、はい、流して、いいよ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 、こっから行きましょう。こっからヤクルト純正の怖さ相手に見せていきたいと思います。広角アーチスト集中、オーケー、カットボールね、横のやつはカットボールね、通信ストレートでいいよマジで。よーい、超える、ビッグフライ、ヒルサマッシュ。今ちょっと振り遅れたかと思ったけど、広角アーチストの特殊能力の力で今ホームランでした。ということでいきましょう、5番ユーヘイ。ここも広角アーチスト持ちでございますけど、特能全然見てなかったんで今広角出てたか全然分かりませんけども、ナイスバッティング、いくよ。こっから村上、代打池山選手行きたいと思います。よろしく。アーチストパワー97、そしてそれからいいよ。で、あのヤクルトのショートも今長岡選手守ってるんですけども、そこから代打出してるんですけども、今シーズンのね、あの成績次第ではあの代打出さなくてもよくなるんで、ワンチャン池山選手から、それ期待ですねマジで。そしてそれと追い込まれた、オッケーよ、こっからよ。まあ今池山選手かなり強いんで、多分今年出ないんじゃないかなっていう気もちょっとするね、 TS で。イエーイ、ビッグフライ池山さん、池山、俺の池山アーティスト。いやー、まあ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 、オッケーオッケー、つないだ、つなぎました。村上宗隆、はい、選球眼、集中、ホームランでサヨナラ強制コールド、集中、集中。いや、お前下手いな、お前マジで何やってんの、お前マジで何やってんの。さあ集中、オーケー、ナイス発想ということで、まあコールドで勝ったんですけど、ここから村上選手打席の目をお届けしていきたいなと思います。はい、ということでよろしくお願いします。ここからは村上選手の打席の目をお届けしていきたいと思います。村上選手だけ全然打てなかったので、ここからちょっと集中して相手先発ピッチャー大谷翔平ということで、勝ち込んでいきたいな。はい、フルムネナイス、少しもありませんけど、前田さん違ったんで、まあ、スライダーだけ注意で、スピーチがクソ勝ってるんで集中、いや、通信マジほぼ曲がらないんで、スライダーだけ集中で通信もするとあります。オッケーオッケー、いいよいいよ、今のボールね、今のボールね、オッケーオッケー、いいよ、空振りオッケー、集中、通信もすると、いや、お前さっきからファールのホームランエグいんだって。ファールのホームラン3発目今日、ツーストライクです。オッケーオッケーオッケー、粘ろう、簡単に終わらないの大事マジック、通信もあります、集中、通信、ボールなんよー、超える、村上宗隆が回ってきました。さっきから全然打ちないんで、ここリラックスしてしっかり、はい、いいね、広角選球が、そしてセンターに絶対打とう、ここつなげたんで、ゴーゴー、ファール、さっきからマジでいい打球全部ファールなんよ、マジで。ちょっとストライクです、いいよいいよいいよ、ここからまあ追い込まれてからでしょ、野球は勝負してくるのか。オッケー、まあヒットやっと打てたんで、この後の試合でホームランは勝ち込んでいきたいと思いますので許してくださいということで、続いての試合どうぞ。はい、ということで続いての試合いきたいと思います。激モサ来ましたけれども関係ねえということで、相手先発ピッチャー藤波慎太郎ということで、ここら辺で一発勝ち込んでね、最後締めていきたいと思います。いいね、広角選球眼、集中、変化量マイナス1ですね、通信もするとあります、もう一回集中、インコース、初球からいくよ、一発いくよ、ゴーゴー、ナイスバッチ、いいね、初球からナイスバッティングということで、
まあまあこれ綺麗なヒット持ったんで、次の打席こそはホームラン勝ち込むんでいきたいなと、村上の怖さ見せていきたいと思います。はい、ということで続いての試合ですね、田口投手先発ということで、さすがにもう一発かましたいです。ということでいきましょう、広角打法ツーシームで2周スライダーですね。まあツーシームスッと張ってきます。とりあえずゴーゴーファールバッチ惜しい、ツーシームスライダーあります。いや、ここから野球は追い込まれてからでしょ。ここからいきます、一発押します。ノーボールツーストライクです。まあ、ヒットなんだけども渋すぎ、渋すぎだっていくらなんでも、これちょっと2打席目回したいね。これはシャー、今回ってきました村上宗隆、ここで一発いこうか、一発いこうか、ツーシームスライダーいきます。はい、読めてる。インコ通信してるとき振り遅れないように空振り OK で、はい、いいよ空振り OK の精神でいきましょう、とこから。はい、村上、いやーナイスボール、集中。